とりあえず頬を向いてないときにバン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 打ってとかって感じじゃない、うんうんうん、まあ、山田さんが踊りになるってことですね。そうそう、私が先行 するんならね。山田さんが先行した方が合わせられるでしょう。山田さん途中で絶対はぐれるもんな。あの、さやさん、あの、はいはい、F の0まで、F からずっとまっすぐ F0 まで行って、北行こう。OK。山田さんが F を目指して、F じゃねえ。ゼロの北目指してくれるのに。これどこ F0 行ってきた。イーベルグループ、あの一番あのティアジュあのーブランドなっちゃブランドなっちゃらほぼもないだけど、いいでしょ。飛びすぎ飛びすぎ。一応正体の名前色違う。うん、来るよ、来た、倒そう、とりあえず倒そう。あれか、サイさん、あの、まず、まだ、こっちこっち。お、来た。後ろ、うわめっちゃいるじゃん後ろ。楽しい。あ、俺向いちゃった、ごめんなさいごめんなさい、すいませんすいません。悪気があったわけじゃないんで。あ、これもしかしてあと一発。ああ、あれまあまあ、なんか持ってたもん、持ってたもん。わ、やっべ、こいつ失礼いたしました。疲れた、やっぱりこので、このでっかいやつ、あれ楽しそう。うん、あいつあいつ、あれ倒したい。あの向こう向こう向こう、こっちこっちこっち、迷子迷子迷子。誰かがいきなり呼び覚ましてしまうと。なるほどね、そういうのがあるんだね。じゃあ正体で動くときはなるべくあれだね、他の人が行かないとこ行った方がいいのかもね、うん、呼び覚ましてしまうっていうのがあるんだったら。あいつすげえな、たあいつか、地下が車線切ってる、地下がバウンスって感じじゃない。あ、山田さん見てから、山田さん隠れてもらえる。これ急にこっち向いてる、いて、なんか違うのがいる。あー、もう1体いらんが。そう、もう2体、2体いるんだよ。やべやべ、はい、なるほど。あれは噂のなんとやら、山田さんを生かして俺がゾンビアタックする感じじゃない。なんかこれ弾かれたこれ。これかかってきやがれ、これ。あれ弾かれる。弾かれるんですか。いやれるんじゃないか。おお、し。20個手に入るぞ。またもう一体いたよな、あいつは。うん、これが持っちゃうより山田さんが持ってて山田さんが死なない運用だな。ダメ、そっち見てる。あ、当たってないぞ、避けたぞ、俺の勝ちだ。あれにゃーにゃーす。50個、戻るわこれ。これば持ってたらあれ、いや、死ぬときシャレなら。でもどうなんだろう、こいつは利
よね。2人で50個ってことだもんね。でもさっきあれだね、さっきあの180とか考えたら、エッセンスね、はい、うん、エッセンスね、気をつけてね。あれ、これ絶対罠でしょ。わかるわかる。だって端 かなり端っこやもん。やばい、これマップが、このマップ自体詳しくないからすげえ迷子になるな。うん、50ってすごいな。一気に増えるでしょ。あ、この作戦面白いな。どっちかがおとりになってどっちかが稼ぎまくるっていう。うん、で一人で100個、150か100個とかってかなっていくと、あのちょっと怖いなっていう話よね。チキンゲームじゃん完全に。あー、これ3分から怖いんだよ。2分。手に入れたね、サイフさん。もうちょっとそこら辺減るって書いてるから。足の速さを見誤ると大変だな。うん、これやばい、あそこはやばいけん戻る。あそこはやばい。あ、やばそうだ。あ、もういるじゃんこれ。戻ろう戻ろう、あと1本しかないし。怖い怖い。よし、10個。あの、あれだな、スピードが乗るのがいいな。冷戦車なんか、指怪我してから全然乗ってなかったな。楽しいよね。死ぬだけで面白い。うわあ、ジャンプしても死なないっていうのは。とっても意味ないんだろう。戻れる気ないもん。うん、11秒。ああ、前かれた。これはイギリスの方。170。スピードが乗るやつでガンガン2人であの敵無視してあれだね、集めてもいいよね。走るんですね。うん、コース一周するんですね。スタイルさん市街地行ってみよう。スタイルさんそっち向いてるから。よいしょ、これ市街地の方角だな。お前もう新しいとこに行けば行くほど道わかんないからわちゃわちゃする。遠くに行けば行くほど強い敵いるね、ほんまに。そりゃそうでしょうよ。しかも強い敵いたら結構終わりだよ。でもみんなでボコスコアにしてあれだよ。いやでも近場にいたら持って帰ってきた時に強敵出てきてわーってなるよ。やめてって。やめて、こんな理不尽なゲームないわって。うわ待って、びっくりした。全然見てなかった。あーくそ、やめて。ちょっと待って、お前ら次長。山田さん、その時ぐらいさ、あの、はい、撃てるよとかさ、ポートそっち見てるよとかさ、一言ない。そっち行ってる、そっち行ってる。私待って、せっかくなんだから、ほら、招待の連携の練習してよ。はいはい、私撃ってます。これで終わり。これボロボロやん。一旦戻る、スタイルさん。私ここまで集めてるから。そうそう、それでいいな。近場流し戻った方がいいね。
ほらな、山田さんな、そういうところ連携しようよ。うん、いつも俺の時言ってあげてるやん、打てるよとか。うん、山田さんはなんで言ってくれないの、僕のこと嫌い。嫌いじゃないよ。嫌いじゃなかったら一緒にしないし。嫌いじゃなかったら一緒にしない。嫌いなのか。いや違う違う違う、嫌いだったら一緒にしないから。ありがとう。嫌いなんだっていう言葉のあやで、あやを取んなよ。ひどい、これはひどい。はい、どうぞ見てください。どうも遠くに。ああ面白い。あそこのいっぱい出てるところ絶対あそこいるやん。うん、いるいる。気をつけてね。あなたの方が持ってるから、あなたの方が気をつけるといいんだけど。いた。シャッハー。おーいよ。俺の方見てる。はいよ、私行きます。なんだそれ、理不尽だろ。おー、あれプレイヤーだったら泣いてるべ。笑ったんだけど。ひでえ、俺がびっくりするわ。サヤさん、そっちの多分あ一撃強敵、一撃のやつが出てくると思う、多分。来た。引けー。いやー、びっくりした。市街地にもいるから気をつけてね。でも覗きたいっていうこの衝動。チキってくる、今チキってるよ。やべ、これ水場じゃん、この辺にいたらめんどくせえな。うん、そこに出てくる、絶対いるよね、これね。やだね、楽しいね。あ、雑魚だろ、お前ら。出てこい、出てこいよ、あれ出てこい、あれあれ、なんだ、ただのカカシか。こういうの怖い。バン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 って出てくるんだろ、ラスボスいるんだろ。あれは絶対重戦車。あれは絶対重戦車。怖い怖い。ここ怖いよ。あー、もうそれも戦車じゃん。それ絶対戦車じゃん。あれも絶対戦車じゃん、戦車戦か。ほら、もうドカンっていった。誰が来たの。あ、重戦車。無理ぽ。あ、でも俺今殺意がこもってるからワンパンで飛ばせないよな。サイさんどこだ。うわー、待ってー。あ、危ない。走、あれ倒してみる。あ、倒してみろか。多分山田さんの方見てるでしょ。うん、見てくる。あれ？一人がいなくなった。いや、俺見てる。そこの俺見てる。待って。はいよ。あ、そっち見た。あ、待って、俺見た。あ、近く当たんない。あ、待った、これ違う車線が通ってる。やめて。痛いよ、山田さん。ちょっと待って。一発よろしく。はいよ。いいよ。これは帰りますね。帰ろう。たらワンチャン近場狙い逃げるから、まあ、あそこに合流するか。そこは遠距離逃げるかな。そんな力ない。てか、なんかグリーンエッセンスがないな。ただ見ながら取ったんじゃない。そしたら報告が出るはずなんだね。怖いなぁ。だし、いらねぇな。お、なんか芝にもう一人いる。あ、いたもう一人じゃねぇや、めっちゃいるやん。いらっしゃい、魔法。これ見てるよ、ワイオ見てるよ。はいよ、出ます。OK、入りますか。
これはやめとこう。やばい。あー余計なの。逃げれる。逃げる。逃げれるじゃない。逃げる。だから、まあ、そもそもそんな持ってないでしょ。おまた。ドーブって言っちゃうんだろうな。ドラゴンクエスト3の SE かな。やってないけど。いて。さっきの機会したい。今回なんかエッセンスがあれだな、変かったな。エッセンス、エッセンスも違う。エッセンス、エッセンスなんだ。エッセンスって黄色いやつか。うん。イエーイ。ちょっと今日は仕事終わらせるの早かったな。眩しいにその辺見てきたいんだけど、6秒じゃ無理か。とりあえず、まあ、今回で分かったことは山田さんは俺が嫌いだと。いや違うって言う南ね。南なの。南ね。北行く？じゃあ。いやいや南で、さっきと同じ方向行くのかと思って。うん、それ南ですよね。あ、そうだった。やべえな、俺方向音痴だな。南の多分 H のあたりやと思うけど、 H の J J の4あたり。 H の J の4。はい、か引っかかった。あお失礼いたしました。まずここの3人を 3個のやつを勝たしてから1回はい、被弾したら辛いですね。あ、でもじゃあ行こう。なんだよ、被弾する機会。イエーイ。めっちゃホーリーでいいけど。あの、はい、TC なんちゃなんちゃらが言ってるところ。あ、人の名前を言ったのね。あの話の方。この上でいいんだよね。うん。本当に安全なんだろうな。大丈夫なんだよな。俺が見るってことは俺がヘイトをもらうってことやな。こいつがそうやろ。ああ、誰かに対してとか。待って、すいませんでした。すいませんでした。違うんですよ、僕じゃないんですよ。ああ、見てるんですよ。うん、あー、これハルダウンしてたらあれや。ハルダウンどうやな。だって相手めちゃくちゃに打ってきてるから当たんね。当たってんだよな。当たってたよな。なんでそういう時だけか当たるんだよ。正面向けんなよ。正面向くなよ、ムカつく。そんな思い通りにいくゲームがあるわけないだろう。あ、やばい、あいつが豚飯してやがる嘘だろあの野郎、作詞が。とりあえず山田救援部隊を待つしかない。これあれか、逆から攻めた方がいいのか。山田さん逆サイついて。はいよ。逆サイ、かなり時間かかってもいいから早く。永遠のエッセンスってなんだ。永遠のエッセンス、永遠とはですか。うん、見たい。俺も見てるよ。あ、まだ今いたけど。ピッチャーベビューってる。あ、山田さん見た、気をつけて。あ、俺見た。あ、待って、これ触っちゃった、ガガ待って、俺撃ってます。おっしゃおっしゃ。ほら、やんのか、ほら。これは、これパターン入ったんじゃね。入った。ほら、待って、来やがれ、ほら。あー、山田さん見た。あー、俺の方見た。ちょっと待って、ハマっちゃった。ほら、どっち向いてる今。山田俺の方。あー、来てる。あー、俺の方見た。
かんない方とどっち？今ボサイさん。はい。まだ向いてる。はい。いける。死ね。おーラスボス倒したか。これ20個とか手に入るからね。じゃあ帰ろうかな。永遠のエッセンスってどこにあるの？永遠のエッセンスなんてあるの？うん、存在し周辺のどこかに。永遠のエッセンス本当に見てなかった。敵の冒頭の行動しか俺は頭になかった。どこが一番安全なルート？帰るの？どうだろう。私が来たところはやばいなこれ。ぐらいの敵で、うん、多分あれ敵だと思う。山田さん前線じゃないよ、前張れる。あれ山田さん他にいるのか。うん、なるほど。ああ、バカもう俺は今自分の陣地のことで頭がいっぱいだ。永遠のエッセンスってどこだ。もう2分しかねえし、敵倒したら俺の右側に敵いるし。はいよ。永遠のエッセンスってなんだ。しつこいな。いいなよ。勝つなんかわかんないっていうの。じゃあ探しに行こうじゃないか。ミニマップとかに出ないしね。勝つく。ないね。ドラゴンボールのミニマップがないのと同じだよ。どこにあるかわかんないから面白いな。何かがある。永遠のエッセンス。あ、いた。敵いた。これどうすか。山田さん無茶しないでいいよ。俺が行くから。あ、やべ。なんかちょっと強く。山田さん無茶しなくていいからね。なんでなんでオートローダーなんて。大丈夫。あ、ナイス。あ、まあいいや。あれは無理やな。行った。さん味方に撃たれたし。ライフ3回いるじゃん。上がるし。よいしょ。よし。道が分からん。まあいいぞ。痛い。まあいいや。なんでこんな暗いんだよ。痛い。親指倒したし。永遠のエッセンス。頑張ってんな。2、1、0。お疲れ様でした。永遠のエッセンス。うーん、見つけてみたいけどな。周辺って書いてるけど。なんだよ永遠のエッセンス。山田さんを見失った。上にレベル8じゃないや。なんだあれ。レベル高いのがいる。怖いな。発情のエッセンスを見つけると。発情じゃねえよ。発情だよ。なんで発情って。子供でも作っとくかよ。あ、ごめん。わっ。いた。やべ、発情機がいた。やばい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 。やばい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 。俺に出るし。マジか。ああ。だいない。あいつらはいかんわ。発情は良くなかった。吸収一個。これはね、多分私が死んだせいですよ。ごめんちゃいってやね。でもちょっと山田さんの熱情発情というものはずるかったよ。へえ。そうか。発情のエッセンスで取ったらやばいよ。